大手大輔監督です。どうぞ。監督どうぞよろしくお願いいたします。本当にこの、楽しいと言いますか、軽やかで、美しい作品を東京国際映画祭に出品してくださってありがとうございます。とても感謝しております。本当に選んでいただいてありがとうございます。とんでもないです。非常に日本映画の視点部門はどちらかというと、重めの、作品が多い中でですね、この作品は非常に、軽やかで風通しが良くて、日本映画ある視点だけではなくて今の日本映画全体を 見渡してもなかなかあまり何にも似てない軽やかさを持っている不思議な独特な作品だと、思って今回、ラインナップにぜひと思って選んだ次第でございます。ありがとうございます。So in the Japanese eyes section, usually the films that we have are set in a rather heavier tone. This film is very much different. It has a lighter tone to it. I think not only just for this section, but even for Japanese cinema as a whole, there are not many pictures that are quite like this. So that is one reason that we selected this film for this section.ちょっと一問目は私からお伺いしたいんですけれども、この作品は監督長編は1本目ということですよね、で非常に映画好きということが伝わってくる、映画なんですけれども、どういう1本目、どういう処女長編を作ろうというふうにまずは思われたんでしょうか。はい、一番まず最初に考えたものとしましては新しい映画というものを考えました。で、新しい映画とは何かと考えましたところ、まずはまあ一つは全ての映画のオマージュのアップデートをしたいと思いました。ただのオマージュじゃなくてそれをアップデートしてより自分の中に落とし込んでそれを自分のもう一回出すという表現をしたいと考えました。The question was, well, you can see this, first of all, this is the director's first feature film, and you can see from the scenes that it's made by someone who's very much passionate about filmmaking. He's a cinephile. And the question was, what was the intent? What kind of film did the director want to make? The answer is, first and foremost, I wanted to make something very new, very different.And in doing that, I wanted in each of these scenes to pay homage to a certain film, but not just to pay homage, but to update that, to bring something new to that, and then to make it my own. それは一回自分の中で、消化した後に、自分のスタイルをさらに加えて出すと、そういうイメージでしょうか。そうですね。はい。And just to bring in my own style to that, not just paying homage, just to bring in my own style to the film. どのシーンがどのようにオマージュを昇華したものかというのは、でももしかしたらこれからお話しいただけるかもしれませんけれども、はい、会場のお客様からご感想なりですね、ご質問なりをお受けしてまいりたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。あのシーンは。どういう意味でしょう。でもいいですし、あのシーンはひょっとしてあの監督のああいうところから撮ったんでしょうかと。まあちょっと分かりやすいところからいきますと、やはり離れ離れにというのタイトル自体が、ゴダールの有名な作品の、タイトルから来てるわけですけれども、まず、映画ファンといいますかコアな映画ファンはそこに、反応してしまうんですけれども、では離れ離れにというタイトルを選んだところからお聞きしましょうか。So the first question is, obviously you can tell by the title that the title Hanare Banare is the same as the Japanese title for Jean-Luc Godard's A Band Apart. So we'll start from there, as any cinephile would probably want to know. はい。Hanare Banare は本当に10年くらい前にアニエス・ベイの映画が大好きっていうもので初めて日本に来まして、その時に見て、本当になんかこう、面白い映画だなと思いまして、それは何かと言いますと、まず一番にやっぱり精神の自由さっていうものを一番表現できている映画なのではないかと思いまして、その部分を自分の中に取り込みたいと思いまして、みんなその
今回主演が3人なのですが、その人たち個人個人が精神の自由をいかに表現するかということを、そこをまあオマージュしたという意味で離れ離れいたしました。I first saw the film 10 years ago when there was a certain retrospective, I think, of that Anya that was done by Anya Sve at Theater Tokyo's Ginza, and that was about 10 years ago, but that was when I first saw the film. And in seeing that, I could see that it depicted this sort of a freedom of spirit, so that's what I wanted to recreate to bring forth again in this film, is just this, this sense of this freedom of spirit from these three characters. 今、テアトル銀座ですよねってお伺いした、そうです、そうですということで、私もそこで見ましたけれども、いかがでしょう、いつでも、ね、手を挙げてくださって結構です。Do you have any questions? We'll be taking questions. では3人のキャラクター、まあ、離れ離れにから、まあ、どこまで 近づくか遠ざかるかというところはありますけれども、まあ、女性はとりあえず、まあ、アンナカリーナのようなショートヘアではありますけれども、キャスティングについてお伺いしましょうか。お伺いできますか。はい、まずまずまあオーディションという形を全て取りまして、はい、まずキャスティングの小林さんの方から、まあ、大体1000通くらいいただきまして、それをまあ5人くらいで仕分けしたんですが、まあ、小林さんはまあ大胆な方なので、こう段ボールに入った1000通のものを机にドバッと出しまして、もう落ちたものは見ないでいい、運がなかったと思って、ね、すごいですねそれはということで、でもまあそれはまあ全部見ましょうということで、もう一回まあ一つ一つまあ5人で仕分けしまして、その中から50人を選びましてオーディションいたしました、はい、その中で木戸さんだけが一人一番パンを一番加えてて、一番最初のシーンなんですが、はい、レジ脇の、はいはい、あれの演あそこの演技をですね、オーディションでやったんですが、みんなにパン加えてもらったんです。それはもうなんかこうイメージでということで、でも彼女だけパンをちゃんと買ってきたんですね。で、脚本上に書いてある通りのパンを買ってきて演技したということはまあ一つ大きかったと思います。So, the director is talking about the casting process. All three of the actors and actress had to audition for the part. The casting, after we called out for the role, we had 1,000 applicants for the film. The casting director, Mr. Kobayashi,had these entrants, these files in a box, which he spilled onto a table, and some would fall off the table. He said, you don't have to look at them because we'll just consider them unlucky. But the director said, no, let's look at all of them. So we went through all the papers and narrowed it down to a short list of 50 actors and actresses who we had auditioned for the part. As for the lead actress, Miss Kido, she was... We did a scene where in the beginning you see her chewing a piece of bread, and she was the only actress that had actually brought or bought bread that as described in the script. So that was one big reason that we chose her for the part. 中泉さんはどのような経緯？はい、これは中泉さんの関係者のいらっしゃるとちょっと困るんですけど、はい、まあ、大丈夫です、はい、中泉さんは今回の映画というのは大島のホテル自体が若松さんの開演ブルーで若松さんが泊まってたところなんですね。で、若松組の方のラインプロデューサーがうちのプロデューサーになって、助監督は助監督になってということで、まあその大島はまあ若松さんの後に使わせていただいて、ただまあ若松さんのまあ俳優はまあちょっとキャンセル、ちょっと使わないでくれって、はい、まあ、言われたんですけど、そのまあどうしてもちょっと中泉さんを使いたいって言いましたら、うん、まあ、やっぱり心の広い方なので、まあ、ジョークも兼ねて、あいつはもう下手だから使わないからいいと言われまして、はい、なるほど、はい、中泉さんになりました。And what happened in casting Mr. Nakaizumi was that the hotel that we used in Oshima was actually
used by the director Koji Wakamatsu's team. We used the same line producer and we used the same assistant director who worked for Mr. Wakamatsu. We wanted to use the same cast, but that was not acceptable, except for Mr. Nakaizumi, to whom they said, use him because he's useless, as a joke, of course. ありがとうございます。いかがでしょうか。そろそろご感想など出てくる頃かと。じゃあもう一問、ちょっと基本的なところで若干前後するんですけれども、キャスティングプロセスに入るということは、ある程度脚本もできてたと思うんですけれども、この作品を見るとどこまで脚本があって、どこまで、ないのかなと。いや、ひょっとして全部計算されてるかもしれないし、そうでないかもしれないと思わせる、まあ、見る楽しみがあるんですけれども、実際のところはどうだったんでしょうか。まあ、全て構造的に書きました。ただ、まあ、その基本的な脚本の書き方ではなかったので、ほとんどの人が、まあ、撮影中も理解をしていなかったです。So, in answer to the question, how descriptive was the script? The director answers, the structure was all fixed, but I didn't write it in the classical way that a director would usually write the script. So, many people had a hard time understanding it. 構造的な脚本という、なかなか、普段あまり聞かない言葉なんですけれども、もう少しそれを説明していただけますか。はい。僕が考える脚本というのは、建築に近いと思うんですが、建築はちゃんとした設計図があって、それをこうまず骨組みがあって、その外回りを囲むのですが、映画の場合骨組みというものが見えないですね。なので、まあ、いくつのかの映画をこう見ながら、その骨組みは何なのか、そこの一番の元は何なのか、それをオブラートに隠れてて、実際はそのもっと感情的に映画を見てると受けるので、それがなかなかこうキャッチしづらいんですが、それをなるべくこう冷静に見ながら、その構造、そのこう家の外観からそのどういう仕組みになっているのかっていうのを、まあ、映画それを、まあ、建築的に一本一本見ていくことによって、それを自分の中にこう取り込むということを、はい、という意味で、まあ、構造的と。はい。As for what the director meant by a structured, that the structure was fixed in the script, he answers, I look at a film or a script as a certain kind of architecture. In architecture or in housing, you have your blueprints and then you have your walls that you add on later. I think a film is structured in the same way, but it's hard to decipher a film in that way because you usually feel a film, you don't decipher it while you're seeing it. So,I tried to be, in watching all these films, I tried to be as objective as possible and tried to decipher what kind of structure that film had. And that's how I sort of arrived at this kind of script. もしよろしければですね、前回はこうどう撮ったかっていうのをこう Q&A したので、今回は、まあ、なぜどうそこのどう何を伝えたかったのかっていうことを、もしよろしければお話ししたいなと思うんですが、まあ、今回1回目の上映を終えて、まあ、皆さんに言われたのが、やはり印象に残るのはテニスのシーンでしたりとか、だるまさんが転んだりのシーンなんですが、あそこも僕は、まあ、すごく自分で好きなんですが、前半の東京は現実で夢の世界に大島があって、もう一回現実に戻ってくる。で、最後一番描きたかったのはやはり最後でして、やはりこう黒が一番最初は本当に、まあ、あまりやる気のないパン屋さんなんですが、最後ほんのちょっとだけ変わるんですね。ほんのちょっとだけ変わりますね。はい。ほんのちょっとだけ変わるんですけど、やはり僕が描きたいのは、よりリアルなことっていうのは、やはり何かを経験して人はそんなに変わりはしない。ただほんのちょっと何かそのかすかなものが見えて、その積み重ねによって何か大きな変化につながるんじゃないかと思ったので、やはり、まあ、全て8にしてもそうなんですけど、ほんのちょっとだけ自分でアクションを起こすことができるようになったり、5でしたらやはりバラに叩かれることにを許容できる我慢強さがある、できるというか、ほんのちょっとだけそれが、まあ、垣間見られればなという。
か、それをキャッチしていただければなと思いました。During the first screening of this film, the questions were mostly about how I approached the shooting, how I shot each scene. Today I would love to talk about what my intent was behind each scene. My favorite scenes in this film are the scenes where they're playing tennis together at the beach house, and also the game they play in the tunnel, the red light, green light game. What I wanted to depict is the first section that takes place in Tokyo is reality. They all escape. The three escape to Oshima, and that is the dream. But eventually they have to come back to Tokyo, hence they have to come back to reality. But in the end, you see that there's a slight change that happens within Kuro. She's not very motivated at the very beginning, but you can see that there's something that changed within her from that experience that she had in Oshima. That's what I wanted to depict. You have to be real. They don't go through substantial change, but through all this experience, not only Kuro, but also Eita and Go go through these slight changes through this experience, and that's what I wanted to depict. ありがとうございます。はい、手が上がりましたですね。そちら、あ、マイクをお持ちくださいませ。映画でもよろしいですか。はい。My question is about the school girl on the bicycle. I just wondered how she fit into this whole, I guess you call it not the reality, but the sort of escape from reality that all the actors were going and actresses were going through.そのご質問、あの監督へのご質問なんですけれども、まあ、自転車に乗って、ね、こう飛び込むあの女の子が現れますけれども、まあ、それはセクション的にはその夢の部分に入ってくるわけですけれども、その3人の中でどういう位置づけなのか。はい、まず3人になった状態で、あのエイトが客観性の目線ということで描きたかったんですね。それをエイトが黒とゴーを見つめる目線で3人の関係がこう成り立っていって、その後に徐々に関係性がほんの一つ一歩一歩なんかこう関係性が近づいていく中で、もう一人ももを入れることによって、ももが3人の客観になって3人が初めてこう一緒になるというか、ももが入ってくると3人というのがちょっと仲間っぽく見えるというか、そういうものを描きたかったのでももを入れました。The girl on the bicycle is sort of the not the tipping point, but she's a catalyst that changes the dynamic between the three. Because first, without her, you see, Eito is a bit of the more of the observer. He is observing Kuro and Go, and then the girl on the bicycle arrives, and now she is observing the three. So the girl on the bicycle, in her own way, brings these three closer together.もしかして離れ離れのバンダパートの方の離れ離れの3人にもう一人加えるっていうことは、監督なりの一旦自分の中での消化した、オマージュのアップグレードということも言えるんでしょうか。そうですね、やはりまあそうですね。そうThe question was, so is that in your own, in the director's sense, the updated homage to the three in the Band Apart film? ありがとうございます。続けていかがでしょうか。あ、一番最高峰の、真ん中の最高峰の女性のお客様、お願いいたします。マイクは回りますので、お願いいたします。とても素晴らしい映画で、色とかも綺麗ですごく楽しませていただいたんですけれど、作中でいくつかすごい印象的な食べ物が出てきたんですが、例えば黒のこねたパンですとか、寝れたコーヒーとか、ゴーが作った伊勢海老のスープとか、あと黒のおばさんが作ってくれたあの豪快な鶏の丸焼き、あそこのシーン大好きで何回もくすっとさせられたんですけど、あと3人で食べてたみかんですとか、その食べ物を選んだ理由とかあったらお伺いできたらなと思ったんですが。So the question was about the food in the film. You see coffee being made by Kuro, the prawn soup that was made, or the chicken roast that was made by her aunt, and the tangerine oranges that they were eating. Can you talk a little about that?
まずどうでしょう、まあ、伊勢エビに関してなんですけど、やっぱ伊勢エビはアニーホールのあのエビのシーンより、はい、あそこより、まあ、面白くはないんですけど、面白くしようと頑張ったということなんです。はい。First of all, the prawn soup was sort of my way of homage to Woody Allen's Annie Hall. I tried to make it as funny. I'm not sure if I succeeded, but that was my intent. あとパンなんですが、あれはもう少しあのネタがあったんですけど、ちょっとこうピカソのこうパンが5つこう並んでるのを表現したかったんですが、あの、ちょっとプロデューサーの方が全然違うパンを買ってきてしまったのでなので、まあ、なんでしょう、はい。で、まあ、やはりもともと黒はパン屋ですし、何かこう初めて会った食事をすることによって何か一つこう仲良くなると言いますか、距離感が近づくっていうことで、まあそういう、まあ、メロンに関しましては、あれはあのプロデューサーのビナタがあの2週間くらい前になかなか10月11月に撮影いたしましたので、あのスイカが最初スイカだったんですね。スイカがなかなかこう手に入らないということで、あの買っておいて冷蔵庫に、あのホテルの冷蔵庫に入れておいたんですね。である日の夕食に何かスイカが出てきたんですね。でこの珍しいなと思いながらあの食べておりましたら、なんか、まあ、調理の方がなんか間違えてそれを出してしまったので、急遽、まあ、あるあのメロンということになりました。ピカソというのはピカソの絵画でということですか？写真。So the and also the scene with the bread is I actually wanted to do something different. I wanted to sort of try something which I saw before in a Picasso photograph with five pieces of bread. Unfortunately, they couldn't prepare the same kind of bread, so I couldn't do that. But in any case, as with the watermelon or the sort the cantaloupe. And as with the bread as well, it's sort of a way in which Kudo, through food, can get closer with other people. It's her channel to other people. So that's why I wanted to use all this food. But with the cantaloupe scene, we originally planned to use a watermelon, but it was already October or November during the shoot. We had a watermelon ready and we had it stored in the refrigerator. Unfortunately, our chef had mistakenly prepared the watermelon for our meals, so we had to use a substitute, and that's how we ended up with a cantaloupe. よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは今のお客様の、左手に、あ、お客様から見て右手の、お客様、ボーダーの、シャツのお客様。I thought it was very interesting that you mentioned Godara and A Band Apart, because this struck me as a film that was made with a very European sensibility. And I was wondering if there were any other European directors that you admired and that you feel influenced this film.And also, what you see as being the main differences between the European style and the Japanese style of filmmaking? まあまずその、あの先ほどのタイトルの話ですけれども、まあ、ゴダールの話が出てきたと。この映画、まあ、全体的に非常にこう欧州の、まあ、ヨーロッパっぽいというか、そういう香りがするんですけれども、この作品を作る上で、まあ、影響を受けたその欧州の監督。それまあ、に誰がいるのかと、それと、まあ、ヨーロッパの映画と日本の映画には、まあ、どういった違いがあるのかということをお話しください。はい、すごくたくさんいるので何とも言えないんですが、ただ映画で出てきているのが最後のグランドイリュージョンというか、まあ、大いなる幻影がまず一つ、やはりジャンルノワールのもの、まあ、特に今僕は思うんですけど、映画祭今あれをみんなで見てほしいなというか思うんですが、 the final there are so many European directors that I've been influenced by, so I it would be a very long list, but what I can tell you is the very last scene is a sort of hint at Jean Renoir's Grand Illusion, and I'm just it's my way of urging people to see that film, especially in film festivals like these. ぜひやりたいです。あとあのあの映画と、そうですね、カップルズか、もうあのそうですね、
And you also see hints at couples. Edward Young. Mr. Edward. Edward Young's Taiwanese film, The Couples. ヨーロッパと日本の映画に違いがあるとすればどういうところでしょうか。すごいとても難しい質問だと思います。まあ、先ほど の, あの大いなる幻影もそうなんですが、例えばジャンピエール・メルヴィルの海の沈黙もそうなんですが、あれを描けるかどうかだと思います。それはつまりなんでしょう、まあ、特に今年に関してなんですが、あれを描ける監督がいるのかどうか、それは中国でも韓国でも日本でも、僕は誰かいると思うんです。で、僕も描きたいと思います、それを。As for the difference between Japanese films and European films, that's a very difficult question, but a big question that I have is whether any director existing today can recreate Jean-Pierre Melville's Résilience de la mer. Résilience de la mer. 今のフランス語題ですね。ちょっと英語題が出てます。I'm sorry, the interpreter does not know the English title, but the Japanese title is 海の沈黙, literally translated the silence of the sea. My question is whether there are any directors in China or in Korea or in Japan who can recreate that film. My answer is, and I hope, yes, and I would like to attempt that as well. ありがとうございます。もう少し時間がありますね。あと一問ぐらいいけると思うんですけれども、いかがでしょうか。We have room for one more question. ご感想でもよろしいですけど。Comments are welcome as well. はい、では、後ろから2列目の今手を挙げていらっしゃいます黒いセーターをお召しの女性のお客様。素敵な映画ありがとうございました。役者さんの衣装で赤色がすごい印象的でして、何かその赤色っていうのにはキーカラーというか何か意味が込められているのかなと思ってご質問させていただきました。 The question was about the costumes. It was a very great film and colorful. I noticed that the red in each of the actors' costumes stood out. Was that a key color in their film? Was there any symbolism behind that? はい、まずはこの黒っていう、まあ、英語タイトルなんですが、この意味の、まあ、名前もそうなんですが、大島で撮りましたので、砂浜がブラックなんですね。やはりそこに入る色と考えた場合赤であり、まあ、僕は常に今日はボーダーではないんですが、ストライプなのですが常にボーダーを着てるので、まあ、ボーダーがすごく好きなので、まあ、ボーダーという形になりました。As for the colors of the costumes, as you can see, first of all, the title, the English title is Kuro, so black. You can see in the film that where we shot in Oshima, the beach, the sand on the beach is black. So I thought red would be a nice contrast against that black. And I'm wearing a suit today, but I usually wear striped shirts. It's just something that I like. So I also use that design in the film as well. ありがとうございます。この作品は東京国際映画祭が、あ、もう一問いましたね。はい、いらっしゃいました。今の方はお隣のお客様、お願いします。すごい独特な空気感の映画で、すごい好きなタイプの映画だったんで、楽しませていただきました。ありがとうございます。その独特の世界観の、まあ一つに、あまり BGM を使わない、というのも、まあ、あると思うんですけれども、そこのなんか音楽に対する考え方というかこだわりなどがあればぜひお聞かせ願えたらと思います。はい、今回の映画はまあ非常に低予算で、ですので やはり大きな映画では絶対できないことをやろうということで、一つはまあワンシーンワンカットで基本1回しか撮らないので、まあ本当にまあリテイク何個かしてあるんですが、だいたい全部の、まあ、尺が100分なんですが、実際撮ったのが180分くらいなんですね。はい、で、まあ、そういうことは
OK が、ね、絶対できないと思ったんですね。あとやっぱり音楽に関してもこれだけいろんな、特に東京はいろんな音がこう混在している中で、これだけ静かな映画を映画館で見せるっていうことは僕は非常にチャレンジングなことだと僕は思ったんですね。なのであとはやはりエドワード・ヤンの影響もあると思います。エドワード・ヤンは絶対その音楽は流さないんですね、はい、で、まあ、彼に勝ちたいというか、はい、彼よりもっとうまくなんとかしたいということが、とあとはやはりその音楽というのは現実と夢の狭間、例えばテニスのシーンがそうなんですが、非常に現実なシーンから夢のシーンに移る、あれは本当にこうリモコンの音なんですが、そういうものの誘導というものもありますし、はい。So, the question was about the music in the movie. You realize that no background music, no score is used. To which the director answers, of course, because one reason is, of course, because it was a limited budget. But I wanted to try something that you cannot do on large scale films. One thing that I did attempt was we basically shot it one cut per one scene, and we didn't do a lot of retakes. So you see the film is 100 minutes long, but the actual footage that we have is only 180 minutes. As for the score, I wanted to sort of challenge the audience because Tokyo is full of noises and sounds, and I thought it would be quite a challenge to have to see a very quiet, subdued film in this way. So that's my challenge to the audience. And I also, this was definitely inspired by Edward Yan's films because he doesn't use score as well. So this is my kind of, my way of trying to compete with him. But you can see as well, you can see as well in the tennis scenes that music can be can act as sort of a trigger that can lead the audience into from reality into the dream. So music plays its role in that sense as well. ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。東京国際映画祭の後の、まあ、この映画海外でどのような評価をされるかというのもとても楽しみなところなんですけれども、今後のご予定とか何か見えているところはありますか。はい、本当に今東京国際映画祭のこのパーティーが毎日ありまして、毎日名刺交換をいたしまして、もう毎日売り込むということをやっておりまして、本当にまあ僕はラッキーだったなというか、この映画祭に出れてこうそれまで桃色、すみません長くなるんですけど、どうぞどうぞ、アップルストアで桃色空の話を僕2回ほど聞かせていただいて、いらっしゃったんですよ、はい、でアップル桃色空の方がカンヌ絶対入ると思って、そこから途中で出して、そこから何十出しても全然入らなくて、東京国際で作ってもらったというので、全く僕も同じ考え方で、これはカンヌ絶対いけるというか勝手に僕の思い込みで出したんですけど、やっぱり案の定ダメで、それでやはり途中だった、いろんなやっぱり僕の問題点がたくさんあるんですけど、その後、まあ、全部に出してるんですけど、まだ何もこういい結果が出てないっていうことなんですね。なのでまあここでまたこういうチャンスをいただけたっていうことは本当にありがたいことだなと思いますし、はい。The question was about what about international film festivals? Are there any prospects for the future film festival showings? The director says that I am attending parties every night here, and I'm handing out business cards and trying to make my rounds. I don't foresee anything yet, but I definitely feel lucky that I've been able to participate, enter this film into Tokyo. I had a chance to see presentation by the director of the last year's Japanese Eyes winner about the Pink Sky. The director was talking about how he wanted to enter his film into Cannes. He thought he would win, but it was not selected. But despite that, Tokyo International Film Festival picked up his film. And the same situation sort of unfolded for me. I've been entering my film into all these international festivals, and I wanted to get into Cannes, but unfortunately I had not had luck. But Tokyo International Film Festival had picked up my film, so in that sense, I feel very fortunate. この、まあ、今回の東京がを足がかりにして、今後、海外へも飛躍なさることを我々もとても応援してまいりたいと思いますし、ぜひお客様もですね、なかなか
映画ない個性の監督だと思いますので、ぜひ、一緒に応援していけたらなと思っております。ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお送りください。今日で大好き監督でした。どうもありがとうございました。